俳優の阿部寛が主演を務める TBS 日曜劇場、下町ロケットの第8話が6日に放送され、平均視聴率は 20.4% だったことが7日、分かった。2度目の、大台、超えとなり、第5話 20.2% を上回り、自己最高をマーク。3月18日放送のテレビ朝日、相棒 SESON13、最終回 20.3% を上回り、今年の民放連続ドラマ1位に躍り出た。瞬間最高視聴率は午後9時51分の 22.2%。ドラマ終了間際、アジア医科大学心臓血管外科部長の木船が開発を推し進めてきた人工心臓、コアハートの臨床試験がついに始まるが、突然、患者の容態が急変、研修医、火災が応急措置に当たる場面だった。第6話から後半、ガウディ計画編、がスタート、後半から、とは直木賞作家、池井戸潤氏が10月3日から朝日新聞で連載し、今月5日に単行本が発売された、下町ロケットに、ガウディ計画、をもとに、物語はロケットエンジンから医療機器の開発に移る、今度は佃製作所の社長、佃渡る平のもとに、医療機器の開発依頼が舞い込む、ガウディ、と呼ばれる新型人工弁が完成すれば、多くの心臓病患者を救うことが可能になる、というストーリー。第8話は、帝国重工へのコンペまで、あと3週間に迫る、ロケットエンジンのバルブ供給は佃の製作所にとってビジネスの本丸であり、絶対に奪われてはならない。椎名率いる狭山製作所の打倒に燃える中、佃は富山から燃焼試験の日取りを1週間早めてほしいと連絡を受ける、武志。しかと抗議する佃だったが、日程は覆らず仕方なく要求を飲むことに、という展開だった。